くっチャンネルです。今日はスリランカの映画を鑑賞させていただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、はい、スリランカの映画私初めて見ましたけど、はい、どうでしたか？よかったです ね、 ね、うん、スリランカを感じましたね。でしょ、はい、シンハラ語全部わかった。さすがですね。この映画は愛の願い、シンハラ語だとなっている。アダニープラルタナ。アダニープラルタナ。アダニープラルタナ。プラルタナっていう題名はそうですけど、ラブストーリーみたいな感じですか？そうですね。で、ラブストーリー。見どころはどんな感じですかね？この映画はラブストーリーなので、はい、愛というテーマは人それぞれなので、うん、私を言うよりぜひ足を運んで見てみてください。そうですね。すね、見てもらった方がいいね。そうです、ね。そう、愛についてとか、はい、人生とか。仕事とはとか、はい、そのいろんな考えさせられる映画でしたね。感動する映画だと思います。そうですね、はい、インド映画みたいに踊りも、そうです、踊りも出てきたりとか、はい、激しい感じ出ますよ ね、 そ う、 ですね。そう、それも見どころだったし、撮影場所とかはもう分かるのかな、これホテルとか、はい、レストランとか行きたいよね。そうですね、ロケ地巡りをやりたいですね。今度スリランカに行った時にお題ができましたけど、聖地巡りですか？はい、ロケ地巡りっていうのをやりたいですね、企画で。いいですね。うっちょうさん、この映画見て一番なんか印象残ったのとか？考えさせられましたよ、本当に。結婚とかね。うん、確かにね、ちょっと私も考えるところがありまして。ありましたか、考えるところが。スリランカらしい考えのところが結構出てきてましたね。出てきてましたね。多分日本人から見るとちょっとえっていう感覚になるかもしれないですけど、うん、スリランカ的にはこうスタンダードに近いような感覚の。そうですね。今後もなんか上映される予定が、はい、どこですか？次は茨城県のつくばで上映を行う予定でおります。はい、いつぐらいですか？1月の22日日曜日です。1月の22日も決まってるんですね。はい、22日決まってますので、つくばで、はい、つくばで、はい、詳しくはちょっと、そうですね、概要欄、はい、概要欄に貼っときますので、はい、お願いいたします。他にもなんか関西がなんかでも予定をしている、今のところまだ、まだだけど決まってないけど、でも絶対やります。大阪とかでね、2023年度中には大阪でやる予定ですね、はいはい、お楽しみに。すごいシンハラ語の勉強にもなって、あ、そうですね。そうです。しかもさ、そんなすっごい難しい感じじゃないよね。あ、そうです、そうです。セリフだみんなに分かるように、分かりやすく手伝いました。あ、そうです。あ、制作サイトと一緒、初めての日本語字幕だったということで、はいはい、ラクちゃんの方とちょっと私の方でちょっと最後の修正を手伝わせていただいて、すっごい自然な、こう日本語とシンハラ語すっごい自然にこうマッチしてて。そうでしたか、はい、今日は愛の願いというスリランカの映画を鑑賞して堪能いたしました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。おい、はい、OK です。お疲れ様でした。 OK です。